フォロロマーノは、ローマにある古代ローマ時代の遺跡、観光地として有名である。フォロロマーノは、ラテン語の古名フォルムロマヌムのイタリア語読みである。紀元前6世紀頃から、ローマ帝国がテトラルケアを採用する293年にかけて国家の政治、経済の中心地であったが、ローマ帝国が東西に分裂し、首都機能がラベンナに移されると異民族の略奪にさらされるようになり、 西ローマ帝国滅亡後は打ち捨てられ、土砂の下に渦も入れてしまった。フォロロマーノの発掘は19世紀から本格的に行われるようになったが、帝政時代初期までに開発が繰り返されており、以降も様々な時代のものが混在しているので、発掘調査は難しい。現在の遺跡は大部分が帝政時代以降のものである。フォロロマーノは東西約300メートル、 南北約100メートルにわたって存在する古代ローマの中心部フォルムロマヌムの遺跡である。古代ローマでは大抵の都市に政治、宗教の中心としてフォルムと呼ばれる広場が置かれていたが、このフォロロマーノは首都に開設された最初のフォルムであり、最も重要な存在であった。ローマでは後に諸皇帝によっていくつかのフォルムが建設されたが、3期の バッシリカと元老院議事堂を備えたホロロマーノは、その中でも、中心的存在として機能し続けた。現在、敷地の北東には、フォーリー・インペリアーリ通りが通るが、古代には諸皇帝のフォルムのうち、フォルム・ユリウム、フォルム・ネルーアへ、フォルム・ウェスパシアノムが隣接していた。現在は、フォルム・ユリウム、フォルム・ネルーアへの移行の一部が発掘され、公開されている。南側には、 パラティーノの丘がそびえ、その頂に皇帝宮殿がある。北西部はカピトリーノの丘に通じる。かつてローマの外旋式はホロロマーノのウィア桜を通って公文書館の脇を抜け、カピトリーノにあったユーピテルオプティムス・マキシムス神殿に冒険するのが習わしであった。東に進むと有名なコロッセオに、西に進むとテベレ川に至る。 フォロロマーノの 3D フォロロマーノがいつ頃からローマ史の中心となったのかははっきりしない。伝承ではロムルストレムス兄弟に率いられたラテン人がローマを建設したのは紀元前753年頃とされる。フォロロマーノの整備は紀元前6世紀頃に始まるが、それ以前は周囲の丘から流れ込む小川が合流し増水したテベレ川の流水で水没することもある。 小宅地で一部は墓地として利用されていた。このような土地がローマの中心となったのは、それぞれの丘にあった村落が徐々に連合を形成するにつれ、会合や会談の場として中立な原野が選ばれたことによるらしい。まさにその中心に位置する原野がフォロロマーノのある場所であった。紀元前6世紀のタルクイヌス王の時代にウェラブルムの小川を造成して、 水を抜くための大下水溝が造営され、湿地であった土地に排水機構が整備された。この排水溝は、紀元前2世紀頃まで露天であったが、後にボールトによって閉じられ、完全な下水溝となった。共和政時代の記録では、ホロロマーノには、東西南北に、それぞれ妹の寮の門、呪われた門、ローマ門、ヤヌス門と呼ばれる、古い四つの門があったとされ、 これが都市としてのローマの最初の輪郭であったと考えられる。この門が設置された時期には、東西大通りと南北大通りが明確な、整然とした形の都市があったが、共和政時代にこのプランは失われ、東西の大通りのみがかなり方向が変わっているものの、聖なる道として生き残った。フォロロマーノでは定期的に民会が開催されており、そのための広場は、 宗教的な儀式によって性別されていた。民会は、クリアユリアとセプティミウスセウェルスの記念門に挟まれた場所にあり、紀元前3世紀前半から紀元前1世紀前半までは、ロストラを備えた直径約30メートルの露天の円形広場であった。民会議場に隣接して、北側に元老院議事堂も設置されていた。神殿も混流され、サテルヌス神殿は、 紀元前498年、カストルとポルックス神殿は紀元前484年、コンコルディア神殿は紀元前366年の創建とされる。しかし、これらの建物の形式は明確でない。フォロロマーノにおいて唯一、その初期の姿が分かっているのはレギアのみである。レギアは大和館の皇帝として機能したもので、 鉄器時代の木造建築物の遺跡の上に、紀元前5世紀のものと思われる炉を中心とした広間と、それに付随する二つの前室、そして中庭を備えた邸宅の遺跡が重なっている。また、ウィトルウィウスによると、共和制末期まで、剣唐使による、ーセリは、ホロロマーノで行われていた。ホロロマーノが、現在の輪郭になったのは、ガイウス・ユリウス・カエサルによる、 西側の大改装の結果である。すでにそれ以前から、フォロロマーノを整然と計画されたものにする努力は行われており、カエサルの計画は、いわば、その集大成であった。その計画は、彼の暗殺によって、初代ローマ皇帝アウグスティスへと引き継がれる。現在の遺跡は、ほとんどが、その計画の後に建設されたものとなっている。西ローマ帝国が滅びた後、中世の時代になると、 フォロロマーノは完全に忘れ去られ、カンポバチーノと呼ばれる放牧場となった。土の下に渦もれた遺跡はほとんど傷むことがなかったと思われるが、ルネサンス時代に古典建築が復興されると、フォロロマーノは逆に破壊の危機にさらされることになった。ローマ教皇ユリウス2世は、ローマ市街の再建を計画し、古代建築の装飾を剥ぎ取って、建築資材に充てた。 ピッテオリゴーリオは、これによって、ローマの古代遺跡が急速に消失していく様を記録している。123456789。ABCDEFGHJK。その手前の左の大きな建物が、視聴者で、その下部構造が公文書館である。さらに手前の遺構は、左より、サテルヌス神殿、ウェスパシアヌス神殿、コンコルディア神殿、ホカスの記念柱。 セプティミウス・セウェルスの外線門。写真右下の小さな円形神殿がウェスタ神殿。その上がデイウス・カエサル神殿。宇宙王にバシリカ・エミリア。写真左の3本の柱のみが残るものがカストルとポルックス神殿。写真中央がセプティミウス・セウェルスの外線門で、その左に立つ建物がクリア・ユリア。フォロ・ロマーノには大小様々な遺跡が残っている。 ビア・サクラに沿って、西から東に向けて、以下の順に並ぶ、タブラリウム国家公文書館、紀元前78年に、独裁館、ルキウス・コルネリウスすらによって建立された。フォルムの生誕に位置する建築物で、フォルムのいわば舞台背景の役割を果たし、同時に、カピトリーノの丘にあった湯のモネタ神殿とユピテル、オプティムス・マキシムス神殿を接続した。 コンコルディア神殿初代皇帝アウグスティスが寄港し、時代のティベリウスが10年に完成させた神殿。現在は基礎部分しか残っていない。ウェスパシアヌス神殿皇帝ドミティアヌスによって建設された神殿。現在は3本のコリント式の柱のみが残る。セプティミウス・セウェルスの外線門フォルムの生誕に立つ記念門。皇帝セプティミウス・セウェルスのパルティア遠征の戦勝記念として建設され、 203年に完成した高さ23メートル、幅25メートル、白大遺跡の豪華な彫刻によって装飾されているロストラ演説をするために業海岸で作られた高さ3メートル、長さ12メートルの円壇。ロストラとは選手を意味する言葉で大の周囲に敵戦の選手をはめ込んでいたことに由来する円壇の脇にはローマのへそと主要都市までの距離を 金文字で刻んだ、理定表が設置されていた、サトルヌス神殿、アエラリウムとも呼ばれ、共和制から、帝政時代にかけて、国家法を持つことして機能した神殿である、ムナティウスプランクスによって、紀元前30年頃にも再建されているが、現在の神殿は497年に再度、建設されたものである、クリアユリア元老院議事堂、ガイウスユリウスカイサールによって寄稿され、アウグストゥスが、 紀元前29年に完成させたものを皇帝ディオクレティアヌースが再建した。現在の建物は、さらにそれを20世紀に復元したものである。共和制時代から、帝政前期にかけて、ローマの政治的中枢として機能した、いわば国会議事堂である、ホカスの記念柱東ローマ帝国の皇帝へ。ホカスによって、608年に建設された記念柱。造営当時は、柱の上に、 皇帝の像が設置されていた。すでに西ローマ帝国は滅びており、ホロロマーノに建設されたローマ帝国による最後の建築物である、バシリカユリア火災によって消失したバシリカセンプロニアの後に造営されたバシリカ、ガイウスユリウスカイサールによって寄港されたため、バシリカユリアと呼ばれる、五老式の巨大建築物で、四つの民事法廷が開設されていた。 ウェヌスクロアキナホコラかつてホロロマーノの中心に流れていたウェラブルムの小川の女神を祀ったホコラ。この小川は黒赤巻島として整備され、現在もホロロマーノの地下を流れる。ホコラ跡はほとんど残っていない。バシリカ・エミリア・マルクス・アエミリウス・レッピドスによって建設されたバシリカ。バシリカ・ユリアと共に重要な裁判が行われた。正面には商店が並び、 小取引にも使われた。現在は基礎部分以外、ほとんど消失している。カストルとポルックス神殿起源前6年に皇帝アウグストスが造営を開始し、皇帝テベリウスによって6年に完成した神殿。古代ローマの金融の中心地で土寮校の管理事務所が備えられていた。神殿の基段の高さは6.7メートルに達し、ボールと天井の倉庫が設けられている。 サンタマリア・アンティクは聖堂ローマ最古の教会堂の一つ皇帝宮殿の図書館を改装して利用されたが9世紀に地震によって倒壊した21世紀になって発見され修復されているカエサル神殿アウグストゥスによって紀元前29年に建てられた神殿ディウスカエサルとは神君カエサルの意で紀元前49年に ユリウスカイサルが神格化されたことを受けたものである。現在は神殿の基礎構造のみが残る。アウグストゥスの外旋門デュース、カイサル神殿とカストルボルックス神殿の間に建設された戦勝を記念して作られた外旋門。現在はほぼ全て失われている。レギアヌマ・ポンピリウス王によって建てられた王宮と伝えられる建築物。紀元前36年に クナイウス・ドミティウス・カルーイヌスによって再建された。この再建において、ルーニの石切り場の大理石が、ローマで初めて用いられた。ウェスタ神殿ローマのすべてのヘッツイの火を象徴する神殿。現在の遺構は、205年に、セプティミウス・セウェルスによって建造されたもので、フォロロマーノで唯一の円形神殿である。中に祀られる火は絶えず燃やし続けられ、これを管理する女性神官は、 ウェスタの巫女と呼ばれた、巫女たちの家ウェスタ神殿の巫女たちの住居、アントニヌスピウスとファウスティナ神殿皇帝、アントニヌスピウスが141年に没した皇后大ファウスティナのために捧げた神殿。後に、アントニヌスピウス自身もここに葬られた。11世紀になると、神殿後にサンロレンツォイン・ミランダ聖堂が建設されたが、1602年に神殿の一部を再建する形で、 教会堂が設計し直され、現在のような状態になっている。ロムルス神殿皇帝マクセンティウスが溶接した息子、ワレリウス・ロムルスのために建設した神殿。しかし、彼がミルビオ教の戦いで戦死したため、未完となった。マクセンティウスのバシリカ・マクセンティウスが三百八年に寄港し、コンスタンティヌス一世が三百十二年に完成させた。このため、マクセンティウスのバシリカ、 あるいは、コンスタンティヌスのバシリカとも呼ばれる。それまでの伝統的なバシリカとは全く異なる、スタイルの建築物で、皇帝浴場の形態から着想したものと考えられる。現在は、北側の側廊のみが残る、ウェヌスとローマ神殿女神ウェヌスと、女神ローマの神殿、皇帝ハドリアヌスが、意図的にギリシア建築に習った形式で設計したもので、 わざわざ小アジアから職人を招集して建設された巨大な国家記念建築物である。現在は一部の遺構のみが残る。ティトゥスの凱旋門現存するローマ史最古の記念門。ユダヤ戦争の戦勝記念として81年に建立されたものである。高さ15.4メートル、幅13.5メートル。パノラマ写真、ありがとうございます。